はいどうも、中島です。今回はですね、久々にライト系ガジェットの紹介でございます。今回提供いただいたのはですね、フェニックスというメーカーさんの製品なんですけども、このフェニックスさんもですね、かなり長いこと続いているライトメーカーさんでして、私もね、以前個人的に購入して使っていた時期もあります。で、今回はですね、こちらのタイプの違うフラッシュライトをね、3点送っていただきました。箱のデザインがね、すでにかっこいいですよね。はい、ではね、まずこちらから開封していきたいと思います。はい、これはですね、TK20R V2.0 というライトなんですけども、タクティカル系のね、パワーのありそうなフラッシュライトですね。デザインはね、すごくシンプルでね、無難な感じなんですけども、先端にはこういったクラウンがついていてね、多少タクティカル感ありますね。よく言えば、無駄がなく、堅牢な感じ。実際ね、こちらのライトはですね、防塵性能、防水性能は IP68 ということで、最強レベルになっております。はい、で、こちらのね、スイッチ周りですね、こちらがちょっと特徴ありまして、この大きな方がね、メインスイッチでね、オンオフを行うところですね。で、こちらの下のね、小さい方が、点灯モードの切り替えスイッチとなっております。で、こちらのね、先端のヘッドの少し下の部分を回転させていくと、こうして充電コネクタが出てきます。端子の規格はね、USB Type-C ですね。はい、で、バッテリーなんですけども、電池の規格は21700のね、リチウムイオン電池なんですけども、そう、これね、フェニックスの自社ブランドなんですよね。大抵はね、こういうフラッシュライトに使われている二次電池って、青色のね、愛想のない英数字が入っただけのやつが多いんですけども、こういったね、自社ブランドのものを使ってると、ちゃんと管理しているんだなという安心感はありますよね。一昔のフラッシュライトはね、こういう電池を充電器に入れてね、いじいじ充電していましたけども、今はもうね、ライト本体が充電器になってるやつが主流ですからね、もうこれは素晴らしい進化ですよね。はい。で、こちら、点灯モードがですね、弱い方から、エコモード、ローモード、ミディアムモード、ハイモード、で、ターボモード。これが、マックスですね。で、マックス状態のストロボモードとなっております。で、マックスでね、3000ルーメン。で、2時間50分、点灯可能とのことですね。で、最弱モード、エコモードだと、なんと、48時間、丸2日ね、点灯可能みたいですね。はい、ではね、野外での照射テストやってきます。はい、ということでね、こちら使ってみましたけども、かなりスポット感の強い光で、中長距離用という感じですね。この後ろのね、テールスイッチ2つに分かれていて、こちらでね、すべてコントロールできるのはいいですね。1つのテールスイッチでモード切り替えするようなね、ライトだと、間欠点灯するときにね、いちいち切り替わっちゃったりとかしますし、サイドスイッチで切り替えるタイプだとね、逆手持ちしてるときとかね、隙のある無駄な動作が必要になってきますし、親指だけでね、すべてを確実にコントロールできるのはね、素晴らしいですね。はい、次はこちら、HM71R。こちらはですね、ヘッドライトとしても、手持ちのフラッシュライトとしてもね、使えるっていう代物でございます。はい、こうしてね、キャップに取り付けたりだとか、直接頭にね、装着して、ヘッドライトとしても使えますし、こうして外せばね、普通のフラッシュライトとしても使えると。で、こちらね、ライト本体なんですけども、ここにね、2つね、LED が搭載されているんですが、片方はスポットライト。で、もう片方はフラットライトといってね、光が柔らかく拡散するタイプのライトになっています。で、こちらの方は手元とかね、近いところを照らすのに特化したものですね。まあ、要は、探索とかね、遠くを見るときに使うなら、このスポットライトの方ですね。で、手元とか、まあ、作業用ライトとして使うんだったら、こちらのね、フラットライトを使うという感じですね。まあ、それぞれこちらね、明るさが4モードありまして、スポットライトの方は、最大2700ルーメン。で、フラットライトの方は最大で500ルーメンとなっております。オンオフスイッチはね、上にありまして、こちらのボタン一つでモード切り替えするという形になります。充電コネクタはね、背面にありまして、USB Type-C になっておりますね。こちらもですね、バッテリーは21700タイプで、フェニックス自社ブランドのものですね。で、こちらは、底の部分がね、マグネットになっておりますので、まあ、車のボンネットの裏とかね、作業台とか、まあ、そういうところにくっつけて光を照らすってこともできますね。スポットライトとフラットライトではね、色味が違いまして、スポットライトの方は寒色系で、まあ、鋭い感じの光ですね。で、フラットライトの方は暖色系で柔らかいイメージですね。はい、ということでね、使用してみましたけども、こちらはね、フラッシュライトとして独立して、素晴らしいクオリティだと思いますし、デザインもね、個人的にかなり好きですね。もちろんね、ヘッドライトとしてもね、普通に使えますし、アウトドアライトとしてもね、作業用ライトとしてもね、しっかりした製品だと思います。まあ、ただね、ちょっと気になったのが、充電中とね、スポットライトモードの強モードで点灯した時に、本体からシューっていうね、コイル鳴きみたいな電子音がするんですよね。まあ、それだけちょっと気になりましたかね。はい。はい、そして最後はこちら、E03R。小型の EDC キーチェーンライトですね。これもデザインかっこいいですよね。で、めちゃくちゃ軽いですね。で、サイズは、車のスマートキーなんかよりは一回り二回りぐらいは小さいかと思います。で、こちらはですね、通常の LED ライトと赤色の LED が搭載されておりまして、通常モードで明るさ4段階。で、赤色のモードでね、上灯、点灯の2種類のモードが搭載されています。で、赤色の方はね、光を周りに拡散してくない時とか、あと目がね、暗闇に慣れてる時とかですね、最低限の光源が必要な時とかに使ったりするようですね。で、充電コネクタはね、こちらサイドにありまして、規格はこちらも USB Type-C ですね。はい、光の感じはね、広く拡散する感じで、近距離照射に向いてるっていう感じですね。このミニサイズながらもね、かなりパワーありますので、まあ、キーホルダーにでもつけておけばね、まあ、いざっていう時ね、すごく頼りになるアイテムかと思います。はい、ということでね、今回はフェニックスさんのフラッシュライトをね、数種類まとめて紹介させていただきましたけども、どれもね、クオリティの高い洗練された製品で、さすがね、長いこと続いているメーカーさんだなと思いました。フェニックスさんはね、これ以外にも、いろいろなね、ニーズに合わせたタイプのライトをね、数多くリリースされておりますので、ぜひね、公式サイトの方もチェックしていただければなと思います。公式サイトや製品の購入先はね、概要欄にまとめて記載しておきますので、そちらをね、参照していただければなと思います。はい、というわけで今回は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。